はいどうも、ミッツ・ザ・ブートキャンプのミッチーです。今回はですね、灯油ランタン、ケロシンランタンでございます。ベイパラックスの M320 のアーミーグリーンですね。はい、私このランタンもう本当に一目惚れでしたね。はい、見た瞬間にあ、もうこれしかないって思ったぐらい、もうこのアーミーグリーンとこの真鍮の組み合わせにちょっとやられちゃいました。はい、じゃあ早速もう、入れていきましょうね。灯油からまず、入れていきます。 900ml がマックスでございます。それ以上入れるとですね、ちょっと溢れちゃうのでご注意ください。次にジェットクリーナーから伸びるバルブを反時計回りに開いておいてください。で、燃料キャップの上の圧力調節弁も、反時計回りですね、回して、開けておいてください。続きまして余熱でございます。このグローブと皿のね、はい、を上げると、隙間ができますんで、こちらから、燃料余熱カップの方にですね、アルコールの方を、満タン、注いで入れていきたいと思います。この余熱カップのですね、上についてます棒がある、真ん中のこの棒があるんですけど、これバポライザーと言いまして、灯油、気化した灯油をですね、マントルの方に送るこの棒があるんですけれども、こちら、を余熱で温めていくという形になっております。で、この余熱カップ満タンにアルコール入れて、完全にアルコールが燃え尽きてしまうまで5分でした。で、完全にですね、アルコールの方が燃え尽きてしまうとマントルにですね、火が移らなくなっちゃいますんで、目安としては3分から4分を目安にするとよろしいかなと思います。では余熱してる間に M320、基本スペックから説明していきたいと思います。高さは 34.5cm、 重さが 1.9kg、タンクの容量は 900ml が最大でございます。900ml 灯油を入れまして、点灯時間が約、10時間でございますね。なんで、450ml 入れると5時間で、225ml 入れると2.5時間ですね、大体っていう感じでしょうか。私自身はですね、まあ焚き火をまあする、まあ暗くなって焚き火をしてる間ぐらいしか、まあこのランタンは使わないかなっていう感じなんで、まあ大体まあタンクには200ぐらい入れて、まあ約2時間ぐらいを点灯するぐらいの目安で、灯油の方を入れています。まあそうですね、満タン入れちゃうとまた10時間も燃えますんでですね、そんなに使うことないなっていう感じなんで、だいたいまあ200ぐらい入れて、点灯時間の方を調節しているような感じでございます。まあ、900ミリで10時間点灯ということなんでですね、まあ1時間あたりどのぐらいなのかっていうのを考えると、まあ1リッターまあ80円ぐらいですかね、今灯油で。まあ1時間で8円ぐらいかなっていう感じで、かなりコスパはよろしいんじゃないかと思います。まあ OD 缶のガス缶とかに比べるとだいぶ、コスパはよろしいんじゃないでしょうか。はい、そこがやっぱり灯油ランタンの、いいところ、良いポイントですかね。はい、では少しずつ、アルコールも減ってきたなっていう感じでございますので、そろそろ、ポンピングに、移りたいと思います。では燃料カップの上のですね、圧力調節ネジ、こちらの方をまず、しっかりと締めていただきまして、でゆっくりと約10回を目安に、ポンピングを開始していきます。でこのポンピングをしていきますとですね、アルコール余熱皿のこの炎が、上のマントルの方に、移りまして、マントルの方が点灯していくという風な形になります。マントルが、少しですね膨らんで、光が徐々にこう安定してくるような状態になってます。まだ燃えてますね。この、余熱皿の方が完全に消えてしまって、マントルの方にしっかりと点火するように、約ねゆっくり10回、ポンピングしてください。はい、ではこんな風にですね、もう余熱皿の方が完全に、火が消えまして、マントルに火がしっかりと、移って、光が安定した状態になっている状態でございます。
はい、ではこの後ですね、約30回から40回の追加ポンピングを行ってください。約30回から40回ポンピングが終わりましたら、出来上がりでございます。でやっぱり徐々にですね、ゆっくりと圧力の方が下がっていって明るさも低下していくような感じになりますんで、その都度ね追いポンピングをしていくような、ランタンでございます。雰囲気たっぷりですね。まあ、LED ランタンが明るいのはもう承知の上でございます。もう用途が違うかなっていう風な、考えですね僕は。はい、まあ雰囲気を味わう、このキャンプをしてる感を味わうためですんで、まあファミリーキャンプグルキャンではね、ちっちゃい子がいたら危ないかなって思うんで持っていかない感じですけど、ソロとかでにね、持って行って楽しむようなランタンでとして、私は使用しております。はい、結構ね、あのメンテナンスが必要だったりとか、結構お手入れしたりするのが好きな方とかには向いてると思います。僕も大好きなんでね、そういうのも徐々に、なんかお手入れする時とか、また動画アップしたいと思います。で、まあ足りない部分とかもねあると思いますんで、ご詳しい方とかいらっしゃったらコメントとかしていただけるとすごく助かります。では楽しいキャンプライフをありがとうございました。ミッチザブートキャンプでした。